こんにちは。時短で簡単なマグカップスープ、味のアレンジはお好み次第でたくさん広がります。今回も5つの味をご紹介します。では早速いってみましょう。豆乳のクリームスープ、しめじ、コーン、ブロッコリー、コンソメ小さじ1/2、ベーコン、豆乳です。ドライパセリをトッピングして完成です。カニ玉風トロトロスープ、えのき、しめじ、カニカマ、鶏ガラスープ小さじ1/2、ネギです。水 120ml に溶き卵1/4個分と片栗粉小さじ1/4を溶かした液を注ぎます。とろみがついたスープにごま油の風味がよく合います。豆腐のスンドゥブ、しめじ、豆腐、カニカマ、鶏ガラスープ小さじ1/2、豆板醤とニンニクはお好みで調節してください。豆苗、仕上げにお醤油で味を締めます。豆乳で担々風スープ、えのき、豚肉を焼いたもの、白菜の葉っぱ、ネギ、ウェイパーと塩コショウ、豆乳、ラー油をたっぷり入れて担々風にします。カレー風味のコンソメスープ、まずじゃがいもと人参、玉ねぎを入れたら電子レンジで1分ほど加熱します。根菜類に火が通ったらコーン、しめじ、コンソメスープ小さじ1/2、カレーパウダー小さじ1/2、カレー風味のスパイシーなコンソメスープですが、粉チーズをかけるとまろやかになります。今回の5種類のアレンジスープはいかがでしたでしょうか。カレー風味やラー油などの刺激は、これからの暑くなる季節にも時には飲みたくなる味ではないでしょうか。また今回もスープの水の分量は 120ml、 レンジの加熱時間は2分30秒となっております。参考にしていただきながらお好みで調節していただきたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。